タートしました。おっと一頭落馬、5番のポルトフィーノスタートしました。おっと一頭落馬、5番のポルトフィーノ、ポルトフィーノが落馬しています。さあ先行争い、正面スタンド前波乱のスタート、オスモプラチナ出ていきます。ビエンナーレが2番手、10番のピサノジュバンが3番手、さあそしてカラウマが最内から、そしてフェアブリーズがその外目につけています。ピサノジュバン、さらにその外目にいるのがリトルアマポーラ。さあ各馬がこれから1コーナーカーブしていきます。まずペースを握ったのはコスモプラチナ、2馬身3馬身後続を突き放していきます。そして単独の2番手ビエンナーレが追走して、ピサノジュバンが3番手、その後フェアブリーズが4番手の位置です。その後方からはリトルアマポーラが続いています。あとは1馬身後方ですが、マイネレーゼルがつけて、後位集団の一角川上プリンセスがその外目から、 FT マイヤが内、そしてその外にいるのがベッラレイヤです。中段馬群の外目、そしてその後方集団からはレジネッタあるいはトレラピッドなど固まっております。最内からレインダンス、ムードインリゴとともに押し上げてまいります。そして後方から4頭目を進むレッドアゲート、レッドアゲート、そして東海ルナ、そして後方から2頭目を進んでいるアルコセニョーラ、最後方からはアスクデプティという体制です。さあ各馬がこれから外回りコースの第3コーナーを目指していきます。ペースを握っているのはコスモプラチナ、コスモプラチナ5馬身のリードをキープして、これから3コーナー坂の頂上へとかかります。単独2番手ビエンナーレがつけています。残り800を通過して下りに入ります。3番手にはピサノジュバンです。4番手には4番フェアブリーズ、そして5番手の位置リトロアマポーラ、そしてその外に、その外に川上プリンセス6番手、600を切りました。そしてその後マイネレーゼル、ベッラレイヤ、 FT マイヤと固まって、後方からレジネッタが動いてまいりました。連れて上がってまいりましたのがトレラビット、4コーナーから直線です。さあ先頭はビエンナーレ先頭です。ビエンナーレ先頭ですが、間からはリトルアマフォーラ、さらには川上プリンセス、外からベッラレイヤが追い込んでまいります。さあ先頭はリトルアマフォーラが抜け出している、リトルアマフォーラが抜け出している、川上プリンセス、そしてベッラレイヤが差を詰める、川上プリンセス、ベッラレイヤ差を詰めるが、先頭はリトルアマフォーラ、リトルアマフォーラ、リトルアマフォーラ、ゴリ川上プリンセス2着、そしてベッラレイヤ3着、やりました16番リトルアマフォーラ、クリストフルメールのコンビ。